今日はウクライナの最新の情勢についてお話をします。ウクライナの構成は先月からもう始まってもう二週間を超えてるんですけれども、最新の情勢ではまあ第一回目の構成はですね、まあ終わってですね、新たに第二波が構成を開始しているという状況です。 で攻勢戦力については、新鋭の3万から3万5000の欧米で訓練を受けた部隊がですね、新たに NATO 供与の最新装備とともに送り込まれたということで、まあ、彼らが基幹戦力になって、今回の攻勢を行っているというふうに言われています。で第1回の攻勢は、すでにもうおおむね終わったんですけれども、 結果としては約1週間余り続いたんですけれどもあまりまあ戦線は進捗していないという状況で全般的には失敗に終わったと言えるかと思いますただ、もともと南部正面については比較的、戦力費がウクライナ側に有利でそれでも対価あるいは 4万に対して4万5千ぐらいとかですねその程度の優位性はどうもあるようだということで南部の方が比較的進捗をしているとで東部についてはですねもともと戦力的にウクライナ側が劣勢なんですねしたがって、まあ、無理に攻勢をするという状況ではないんですけれどもそれでも各正面で攻勢をかけたと。 で、えー、そのためにですね、東部ドンバスでは、まあ、全般的にはやはり攻撃は進捗をしていないという状況ですただ東部ドンバスの中でもですね、えー、激戦地のバフムートこの市街地についてはおおむね、えー、もう9割以上はですね、えー、ロシア軍側がダッシュをしてほぼまあ 陥落したと言っていいと思うんですがここに対してですね直接、市街地を押し戻す奪還するんじゃなくてその南北の地域から回り込むように包囲するようにですねウクライナ側が攻撃を開始をしているということでこの正面では現在もなお激戦が続いているというふうに報じられています。で特に当初 の構成ではです、ね、南部正面に重点が置かれたようでここではです、ね、一時、ウクライナ側がかなりの前進をしたんですけれどもその後、ロシア側の火力とまた、増援部隊に阻まれてです、ね、遭遇戦というんですけれどもお互いに前進しようとして攻撃中ということで 部隊と部隊が正面から衝突をしているというこういう状況ですね、この激戦がこの新しい攻勢が始まってもですねやはり続いているという状況のようです、で北部については南部ほどウクライナ側は優勢ではなかったんですけれどもしかし、北部正面でもですね新たな攻勢がかけられて。 ここでも激戦が続いているというふうに言われています。で、全般戦力としてはですね、ウクライナ側は7万から8万ぐらいの、もともと展開戦力なんですけれども、これに対して、ロシア側はですね、二十数万人ぐらいは、この東部ドンバスに投入しているようで、細部はまあ不明ですけれども、 もともと30万人の予備役を昨年動員をかけてですねそしてこれがほぼ戦力化をされているとそれにプラスして78万人のですねワグネルが代表ですけれども民間軍事会社とか傭兵等も投入しているというふうに言われていますでその主力は東部ドンバスに展開しているようなので、まあ、戦力的に言えばですね、えー 大体3倍以上、まあ、ロシア側が有利という状況で、まあ、そういう中で、えー、ウクライナ側が攻撃をかけているということですね。でえー、かつ、ですねこれはこれまでも指摘されているところですけれども、えー、航空戦力については、まあ、現在の新たな攻勢の下でもですねウクライナ側も認めているんですが依然として、えー、ロシア側の 航空戦力が強大であるということで少なくともこの攻勢正面の東部ドンバスや南部の正面ではですね依然としてロシア側の航空戦力が優位に立っているという状況ですまたロシアは特に南部戦線ではですね攻撃ヘリを多用してこれをまあ効果的に使っているということで南部のザポリージャー の正面の特に西側のほうなんですがこのオリキフという辺りがです、ね、一つのウクライナ側の攻勢の焦点なんですけれどもこの両翼の部隊についてはです、ね、この攻撃兵力からの遠隔地からの攻撃によってミサイル攻撃によってです、ね、攻撃が頓挫をしているというふうに伝えられています。 また、対空ミサイルについてもです、ね、あと詳しく後ほど説明しますけれども特に短距離の対空ミサイル網がさらに強化をされてです、ね、非常に濃密になっているということでこれもです、ね、ウクライナ側が攻撃になかなか成功しないという一つの原因になっているわけです。で基本的にこのような航空列で 気候、えー、部隊、えー、戦車とか歩兵用の戦闘車両ですね、えー、ブラッドレーなどのこういうタイプですけれども、こういう部隊を投入するとです、ねまああ、大規模な損害を受けるということはです、ねえー、軍事的にはもう常識なんですね。 ししかしそういう中で,です、ね、あえてまあウクライナ軍がしかも兵力劣勢な中で,です、ね、攻勢を繰り返しているということがです、ねまあ、非常にウクライナ側の損害を逆に言うと招いているということもまあ言えるわけです。である部隊ではです、ね、攻撃してきたウクライナ軍の特にレオパルト のような最新鋭の戦車をです、ね、約半数を撃破したというふうにも言っているぐらいで,です、ねえー、非常に、まあ、ウクライナ軍の攻撃部隊に損害が出ているということは確かのようです、えー、つい、えー、3日ほど前もです、ね、プーチン大統領自身が、まあ、現在の戦況について要約をしてです、ねえー、ウクライナ側は戦車160両と それから装甲車360両を撃破されたとで我々の損害は戦車54両だということで、まあ、ほぼ10対1ぐらいの格差が開いているんだと損害率でですね、まあ、そういう指摘もしています、えーまあ、ロシア側の一方的発表ですので、えー、その通りかどうかは分かりませんけれども、まあ、衛星画像やドローンの偵察でですね どの程度の装甲車や戦車を破壊したかということは、まあ、大体推測がつくわけで、まあ、そういうデータに基づいて、えー、確認した上での発表だと見ればですね、えー、まああながち誇張とも言えないとで、えー、米軍の方でもですね、まあ、一部内部資料で、えー、OB の軍人がですね それに基づいて語っているところによればですねやはりこの7対8七から8対1ぐらいのですね比率でこのウクライナ側に損害が出ている今回の攻勢でさらにそのウクライナ側の損害率が上がっているんじゃないかというようなことも言われているわけです。しってていずれにしてもですね今回の構成では えー、ウクライナ側に多大の損害が出ていることは間違いないというふうに思われるわけですで当初の、まあ、第一回の、まあ、第一陣の構成というのはですね大体、えー、総戦力の3分の1ぐらいをこれで失ったんではないかというふうにも言われていてですねかなりの打撃をウクライナ側は受けてますしかしそれにもかかわらずですね また新たに第2波の攻撃を開始しているということで、まあ、ウクライナ側としてはなんとかこの尊度でも領土を奪還したいとそのための犠牲は顧みないと、まあ、こういう方針ではないかと伺われるわけですしかし先ほど言いましたように航空優勢もないまた ロシア側の対空火力が強化をされているそして、それに加えてですね防御側になるとこれはもう場所によりますけれども少なくとも数か月長いところは1年以上かけてですね塹壕戦を掘っているまた、ウクライナ側が準備してきた塹壕戦を取ってですねそれをさらに補強しているというようなところもあるわけで非常に堅固な まあ、深さが約30キロぐらいにわたるような陣地帯がです、ねまあ、延々と築かれているわけですね、でそういうところに、まあ、戦車部隊等が突進をするというのは非常にまたこれ、犠牲が大きいということが予想されるわけです、こういう状況で,です、ね、現在も、まあ、激戦が続いている、まあ、これがウクライナの状況です。しかしか長期的に見ればですね やはりロシア側の優位というのは基本的には変わっていないというふうに言えると思います。